365日いつでも楽しめる人気海外旅行先、台湾。それ以外にも知られざる別の顔を持っていた。それは健康大国。台湾は健康意識の高さ調査にてアジアで第1位を獲得。それを裏付けるように町中には健康になれるスポットが多く点在。そこで今回はドメジャー観光地の近くにあるついでに寄れちゃう健康スポットを大公開。はい、極東電子大の佐藤寛太です。やってきたのは3年目 AD 佐藤寛太。なぜ彼なのか。肝臓が E 判定でなんか今すぐ病院に行ってくださいっていう書いてあって、ちょっとマジで死ぬのかなと思ってます。そう、週に3回は早朝4時まで飲み歩き、タバコは1日1箱吸うという健康劣悪児。そんな佐藤に健康スポットを案内してくれるのが。ハロー大家好、キミです。よろしくお願いします。全然元気ないじゃないですか。すごいハイテンションで。現れたのは日本と台湾でマルチに活躍するタレントキミちゃん。健康のために22時に寝て6時には起き、毎日のトレーニングは欠かさないという健康有料児。台湾では、はい、食事とか運動とかで健康になれるスポットがいっぱいあるんです。あ、そうなんです。ということで、めちゃくちゃうまいです。体に優しくて美味しいグルメや一瞬で不調を見抜くイケメン漢方医、痛いって、気軽に立ち寄れる足つぼロードなど、旅行ついでに健康になれる5箇所を巡る。それでは行こう、健康スポット探訪 in 台湾。まず2人がやってきたのはここです。ここ、うん、こちらのチュンルーヘイツォンイーチュンソー。台湾では身近なとある診療所。キミさん、ここ何の病院なんですか。ここは漢方の病院なんです。漢方の病院なんです。はい、あの台湾人って何があったら絶対漢方に頼っちゃう、はい、そう、実は台湾で病院といえば漢方医院と言っても過言ではない。私も自分自身ちっちゃい頃アトピーがあったんです、1、2 年間漢方を飲んで治ったんですよ、で診察方法も少し変わっているんですけど、はい、でも大丈夫、見ての通り先生超イケメンだから絶対かっこいい、絶対優しいよ。めちゃくちゃかっこいいですよね、院長はこちらの犬系イケメン陳先生。専門書を出版するほどで女性の体の不調などにも詳しい漢方医。甘いマスクか治療か、どちらが目的かは謎だが、女性客が多く訪れるらしい。日本語も喋れるんですか。あ、ちょっとすごいです。おお、すごい見て、イケメンで何でも喋れる、すごくない。もう勝てるとこないですわ、うん、そうだね。漢方医学の診察は往診、問診、問診、接診の4つのステップで進められる。この順番にも意味があり、部分ではなく全体を客観的に捉えることが優先されているからだという。まずは問診、舌の色や顔色など視覚で診断。火气很大。熱が溜まってる。熱溜まってます、うん、漢方では虚火っていう、なんかのぼせるっていう体になってるんです。あ、なんかもうスマホで電池がなくなっちゃうのにまだ充電しないっていう、そういう感じの体なんです。次は分身、口臭や体臭、声のかすれなど嗅覚と聴覚で診断。胃とか悪い人だったらもう口のなんか匂いとか口臭とかでですか。そうそうそう。今のところ僕大丈夫そうですか。目前好像没有。今の状態大丈夫。あ、大丈夫ですか。続いて日本では最初にするイメージの問診、生活習慣を詳しく聞き出す。那我们平常睡眠的时间大概怎么样？大体5、6時間ぐらいですかね。へえ。最後は接診、脈など体に触れて触覚でする診断。手机用很多啊，结果他都没充电嘛，所以他就越来越没有电这样子，所以。
あ、じゃあもうそろそろ死んじゃうというか、そういう。違う診察はこれで終了。 AD 佐藤は漢方医学的に見てもやはり肝臓が悪いと診断された。その原因とは、讲到的那个肝功能不好的这个部分啊，就是很大原因应该是听起来啦，应该就是真的是睡太少，因为肝脏是一个会自我修复的器官，所以通常如果比如说大家会有喝酒习惯啊，偶尔会晚睡啊，但是其实你只要有好好的在后面有正常的睡觉，大部分正常睡觉，然后多喝水，对，它自己会慢慢的修复。つまり、睡眠という名の充電が不足していることが大きな原因。しかし先生曰く。肝臓を休める時間さえ確保できれば、飲酒を必要以上に怖がらなくても良いという。続いてキミちゃんの診察。しかし、来、陈医师、你的手放过来。对、换我来帮你检查一下。どういうことですか？何してるんですか？なぜか先生を診察し始めた。那请问你有女朋友了吗？已经结婚了。啊、不好意思。速攻で終了。一体何が分かったのか。もう結婚してました。あら、まあでもそりゃそうですよ。ごめんなさい、はい、そりゃそうです。お医者さんでこんなイケメンだったらもうだよね。じゃあすいません、普通に診察してもらって。キミちゃんの暴走に慌てて止めに入るディレクター。結果、キミちゃんは何の問題もなく、肝臓が悪い AD 佐藤にだけ漢方を処方することに。まずはキミちゃんに味見してもらう。あ、大丈夫。え、美味しい。美味しい。うん。ちょっと僕もいただきます。AD 佐藤はどうか。まずいっていうのも良くないですよね。苦い。苦いです。先生。苦い。でも台湾では苦い方が絶対効くんです。あ、そうなんですか。うん。だからもう一杯。もう一杯。ごくっと。頑張って。先生でもご安心ください。飲みやすく苦くないタブレット型もあるので、お越しの際はこちらをぜひ。台北観光にアクセス抜群のブラザーホテルから徒歩5分。旅の最初にイケメン先生と漢方をゲットしてみては。次は肝臓にいいお昼ご飯にします。お昼ご飯、はい、いいっすね。お腹空いてました。ここになります。はい、少々喫食ですか。今台湾で話題のレストランシャウシャウシューシー。本店は3年連続ビブグルマンに選出された人気店で、美味しいのに罪悪感がない料理が楽しめるという。今回はキミちゃんおすすめの2品を注文。お、何ですかこれ。一品目はハンスラジャーチ。若者に人気の甘辛チキンに見えるが、一体どんな料理なのか。いただきます。どう。ん、これチキンじゃない。そう、チキンじゃないの。何ですかこれ。カリフラワー。カリフラワー。そう、なんと中身はお肉ではなくカリフラワー。実はこちらは台湾で人気のベジタリアンレストラン。料理に肉が入っていないのを感じさせない味付けが台湾人に受け、人気となっている。すごくない？でも全然味はなんかチキン食ってるみたいな味しますね。そう、でもこれカリフラワーなの。肉じゃないのに美味しいですね。ジューシーで。最初に食べた時もちょっとびっくりしちゃって。すごい。うん。揚げ物だけどすごくヘルシーだから 50% なんか安心に食べれる。はい。実はカリフラワーはアルコールなどを分解する解毒作用を高める働きがあると言われているため、肝臓に優しい食材。二品目はポンヨーピータン豆腐ジャオ。こちらも一見普通の水餃子だが、中何あるか、え、わかりますか。え、普通に水餃子だと思う。美味しい水餃子って感じですけど。肉入りの水餃子との違いがわからないほどの美味しさ。中にはキノコとかいっぱいあるんですよ。肉が入ってないことが信じられない。めちゃくちゃ美味しい。でも全部キノコだよ。
キノコ類に含まれるオルニチンという成分はアンモニアの解毒など肝臓の働きを高めるとされる。コンビニでも菜食料理のオリジナルブランドもあるんですよ。あ、そうなんですか。そう、だからどこでも健康に食べれるっていう主義になってます。すごいですね、うん、台湾の人の健康意識ってすごいですね。台北101から電車と徒歩でおよそ15分、美味しくて健康になれるグルメをぜひ召し上がれ。するとキミちゃんからある提案が。次はお昼寝しましょう。お昼寝、うん、お昼寝してるんですか、食った後に。そう、行くの、ゴー。お昼寝、そう。そして向かったのは台湾のとある公園。ここでキミちゃんから健康新常識をお届け。食後の後に寝ると、はい、実は体に、特に肝臓にすごくいいの。あ、そうなんですか、うん、そんなバカなと思う日本人は多いと思うが、食後は消化吸収のために肝臓に大量の血液が必要。立ちや座りの姿勢よりも横になることで血流量が増え、その活動をよりスムーズに行うことができる。するとここでキミちゃんが AD 佐藤をとある場所へ。なんか見えてますよ。見えてますね。はい、ここになります。足つぼロード。なんと地獄の足つぼロード。足つぼは台湾を代表する健康法として有名。ちなみにこちらが足裏にあるツボ。画面の前の皆さんも気になる場所を押しながらご覧ください。それでは不健康 AD 佐藤、無事歩き切れるか。頑張って。痛いかも。痛いって。ちょっと無理かもしんない。ちょっと無理。健康になってるから頑張って。スタート早々に悶絶する AD 佐藤。すると、いった。え、頑張って頑張って。全然痛くないですか。足つぼにびくともしないマッチョ外国人登場。さらに余裕。え、大丈夫大丈夫、はい、嘘でしょ。俺だけみたいになるから、この人たちちょっと、ちょっとこの人たち帰らせてください。俺がわざとやってるみたいになるから、行って。そしてラストスパート。はい、終わりました。およそ30メートルを歩き切った。感じはどう？いや、ちょっと信じられない量の汗かいてますわ。じゃあ、はい、ご褒美にスイーツに行きましょう。お、ご褒美スイーツを食べるためにやってきたのはここになります。ここ、うん、こちらは40年続く老舗の漢方薬局。 ETT ハンファンティエンティエンコンツオース。若い世代にも漢方に親しんでもらいたいと、店主が漢方を使ったスイーツを開発。なんかちょっと苦い感じがしますけど。怖い感じ。さっきめっちゃ苦かった漢方って。いやでも健康的で美味しいっていう。そういう、こちらがお店一番人気のケーキ。それぞれ春、夏、秋、冬がテーマで、季節の不調に合わせた漢方が使われている。春だったら肝臓にいい。あ、肝臓、はいはい、金木犀と紅茶、はいはい、金木犀、はい、金木犀の香りには肝臓の疲れを癒す成分が含まれており、紅茶と呼ばれる台湾独自のお茶は中性脂肪の代謝を促す。でも甘いのでこれで健康になれたらめちゃくちゃもうありがたいですね。最強だよね。最強ですね。他にも夏は新陳代謝を促すローゼルとバラの花、秋は肺に優しいユリとケツメイシ、冬は腎臓に効くクコの実とココア。すべてこちらで手作りされた店主こだわりの一品。新陳代謝を高めたいキミちゃんは夏を注文。早速いただくことに。たらん。あ、すごい、バラが入ってる。すごい綺麗。しかしスイーツといえど使われているのは漢方。先ほどは苦い思いをした AD 佐藤、
肝臓にいいとされる春を一口。いただきます。どう？苦い？全然、めちゃくちゃうまいです。あ、よかった。甘くて、で、なんかそのお茶の感じの匂いもして、甘すぎずっていう感じで、うん、茶があるからね。漢方感ないですね。バランスいいですね。うん、じゃあ私はこの夏のローゼルとバラの花を。うん、ケーキだ。ケーキですよね、うん、普通に漢方、本当に漢方入ってるのってくらい。おいしい。すごいさっぱりしてるしね。そうですね、うん、おいしいね。こんなに、ちょっと言い方悪いですけど、おいしい漢方もあるんですね。あとでもう一杯本物の漢方。あれは怖いんだよ。あるかな。勘弁してください。もうこれでいい。松山空港すぐ目の前、帰国前の空いた時間で優雅なひとときを。最後は健康になれるお土産。健康なお土産ってね、あんま聞かないですからね。うん、でもここになります。健康のお土産ショップ。お土産ショップ。いやいや、すごい。こちらは創業およそ50年のお店、ラオチアン。ここで買えるお土産とは一体？台湾の若者とか観光客にすごい人気な薬草茶葉。お茶屋さんですか？そう、お茶屋さん。あ、なるほど。こちらでは薬草を使ったお茶を提供しており、常備している薬草はなんと400種類。さらにこの問診票に悩みを記載すれば、ご主人がその悩みに合ったお茶を入れてくれる。しかし今回のお土産はお茶ではない。なんか日本ではちょっと見えないものだと思うんだけど、はい、ハーブボールって知ってる？ハーブボール、わかんないです。これなんです。これ、何なんですかこれ？ここにハーブが詰め込んで、こうやってボール状にして、はい、これをいろんな幹部に当てて使うものです。因为里面有草嘛，我们这个布里面会有稍微的青草的粉，会一点附着在皮肤上面，那这样就有温温的感觉。啊，もう直接擦り込むイメージです。筋肉の緊張を緩和することもできるため、肩や首のこりにも効果的と言われている。これ実は自分で作れるんです。え、作れるんですか？そう、作りたい人。作りたいです。はい、レッツゴー。じゃあ作りましょう。ということで、お土産は手作りハーブボール。使用するハーブは効果・効能が異なるこちらの6種類。するとここでまたキミちゃんが暴走し始める。さっきなんか聞いたんだけど、なんかラップが好きなんだって。ラップ？まあそうですね、聞きはしますね。そう、AD 佐藤は週3カラオケで練習するほどのラップ好き。聞きたい。ラップ聞きたい。ちょっと反応してくださいよ。全く関係ないが、キミちゃんの暴走によりラップを披露。よよよ。まずはリアルのやつら手叩け。カー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 。人育ちのやつは手叩け。カー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 。ちょ、皆さんで一緒にやりましょう。やるなら。これが本当の公開処刑。恥ずかしい、うん、ごめんね。クールになるやつを欲しいミントとか。キミちゃんの気も済んだところで、 AD 佐藤は寝つきの悪さ、キミちゃんは日々のストレス緩和を相談。それぞれの悩みに合ったハーブボールを作っていく。那如果好入眠的话，我们会先选这个艾草、樟树、还有薄荷，这三个会是最多的。AD 佐藤にはヨモギ、クスノキ、ミント。ヨモギとクスノキにはリラックス成分が多く含まれており、さらにミントを入れることでストレスや不安が落ち着くとされる。これぐらいってことですか？あ、多分差不多、差不多。はい、これ、これぐらいです。はい。布に自分の悩みに合わせて量を調整しながら置いていく。キミちゃんはミントの代わりにゲットを追加。どいてどいて。いや、手伝ってあげたのに。ゲットとは生姜の仲間で、女性に嬉しい肌の保湿効果が期待されている。こちらが AD 佐藤とキミちゃんそれぞれのハーブボールの中身。
悩みによって全く異なる。これらを包んできつく結ぶと、じゃあこれで完成。完成でーす。自分で、いやでも愛着湧きますね。ね。世界で一つだけのハーブボールが完成。その使い心地は？いい匂い。すごい。いい匂い。めっちゃいい匂い。ミントがあるから本当になんかスースー。スースーしますね。する。これ使い終わったらどうするんですか？用完的话可以拿去加热，然后或者是泡澡，帮当那个入浴剂把它用完。入浴剤的な。他にもハーブボールには発汗作用による老廃物の排出、美肌効果、疲れ目にも効果があると期待されている。パワースポットとして有名な龍山寺から徒歩10分、悩みに合った手作りお土産で帰国後も健康になろう。ちょっと自分がなんかまだ若いから大丈夫だろうと思ったんですけど、ダメダメダメ、もう今から健康にならないと、ね、やっぱ足つぼとか見て他の人ってこんな余裕なんだと思うとなんか恥ずかしいですね。健康って恥ずかしいなと思いました。じゃあ次の健康診断の結果、はい、楽しみです、はい、ドメジャー観光地から少しだけ足を伸ばせば旅行ついでに健康になれるかも。ぜひ一度訪れてみては。